かな贈り物の意味。飲みにくかろうが、価値がわからなかろうが、自分が高いお土産をあげたということさえ相手に分かってもらえればいいのだ。物質の金銭価値がまずおのずと自分の心を語ってくれると信じているからである。日本人は高いものをもらうとかえって負担に思ってしまう。そういう点では日本人には高麗人参の価値はむしろわからない方がいいかもしれない。韓国との取引の多い日本人ビジネスマンでも高級品だからこそ高麗人参がお土産になるということを分かっていない人が多い。こんな言い方をする人がいるのである。なぜ韓国人は僕に人参ばかりくれるんでしょうかね。家には人参がどっさりと積んであるんですよ。それより韓国の海苔なんかが欲しいのに。自分が尊敬している人に海苔のような安いものを贈ることは贈る方の気持ちが許せないのである。単に自国産で珍しいことでは外国人へのお土産としての価値にはならない。あくまで金銭的に高価であり、なおかつ韓国産のもの、それが最も外国人への贈り物にはふさわしい。そこで勢い、高麗人参が外国人への贈り物の代名詞のようになるのである。韓国では1000円、2000円程度のものをお土産にするなど考えられないことだ。私も今では大学の先生の家を訪問するときなどでもその程度の値段のお菓子を持っていく。しかし、いくら日本的になった私でも大きな抵抗感を感じてしまう。そこでまだ私も相手がどんなものが好きかわからない時にはとにかく高いものを選んでしまう。またお金がない時には訪問が気の重いものと伴ってしまう。